ハーパーズフェリー級ドック型揚陸艦は、アメリカ海軍のドック型揚陸艦の艦級。先行するホイットビーアイランド級の貨物積載能力を強化したサブクラスであるため、LSD-41CV 級とも称される、ほか、同級の一部として扱われることもある。上記の通り、本級はホイットビーアイランド級の改正型である。基本設計は、 同級のものが踏襲されており、90%の共通性があると言われている。貨物積載能力強化のため、貨物搭載スペースは1133立方メートルに拡大された。車両搭載スペースも1208平方メートルと LSD-419 と同等程度を確保している。これらのスペースを捻出するため、l s d 十一9では、 上部構造物下方の半ばまで伸びていたウェルドックは後部煙突程度までと大きく削られている。これに伴い上陸用集艇の収容能力は下記の通りに減少している。一方、航空偽装はほぼ同様でウェルドック状に化する形で固定式のヘリコプター艦板が設けられており発着スポット2個が設定されている。車両艦板との間は 力量8トンのエレベータで連絡されている。必要であれば、ここにも上陸用集停を搭載できるのも LSD-419 と同様だが、搭載数は12.2メートル型作業艇1隻、LCPL2 隻と減少しており、その機用集用のクレーンも力量30トンのもの1機を上に備えるのみと、されている。LSD-419 の後期建造分と、 ほぼ同構性であり、対空捜索レーダーとしては、アン・ s p s 4 9 5が搭載された。武装も、新造時には、環境構造物上部前後に装備された、ファランクス CIWS のみであったが、その後、ラムキン接防空ミサイルの21連装発射機が追加装備された。また近距離で、 水上目標に対して使用するマーク 3825mm 単装基銃は、当初は砲がは標準式のモッド、例内市モッド1であったが、順次に遠隔操作式のモッド2に換装されている。なお、2004年までに全艦が SSDS マーク1を装備したほか、マーク2にアップグレードして、共同構成能力やリンク16に対応する計画もある。全艦が エボンデール造船所で建造された。当初は12隻の建造が検討されたものの、新型のドック型輸送用陸艦であるサンアントニオ級の建造に伴って、1992年度の建造分で計画は打ち切られた。ありがとうございます。